皆さん、この度は本当に申し訳ございませんでした。なんで笑ってんの？やばくれ、なんか。ん？前々から告知していた1万人記念ライブ、今日9時からと。で、今日準備をしていたら、まさかの、許可が必要だったということで、それが24時間はかかると。最大ね。はい、なりまして。ただ、なんか知恵袋とかだと最大24時間って言ってるのに2週間ぐらい許可が下りなかったっていう人もいるんでしょ、うんうん、なのでまあ順調にいけば明日の夕方には許可が下りて明日には配信できると思うんですが、小娘もねしっかり化粧して髪の毛もしてブラジャーも取ってノーブラになってしてないわ最初からやろうと思ってましたけど、でまあ本来その YouTube ライブの時に、お礼と感謝とコメント等とかいろいろあったんだけど、あと告知もあって、僕らはキャンピングカーショーに土曜日行きます。ぜひね、この派手な髪型を見かけたら声かけていただいてステッカーをもらってください。おしこ漏れそうなんだけどなんかその、1万人ライブをね、明日以降にやらせていただきますんで、今日は大変申し訳ございませんでした。急遽今動画撮ってます。皆さんとねライブ配信でお会いできるのをとても楽しみにしていましたけれども、こんなこともあるよっていうことで、初心者なので許してください。不手際があったり審査が毎度通らなかったりですね、ギリギリを攻めすぎているバンライフ今日をこれからもよろしくお願いします。アカウント版のバンライフ教にならないといけないね。っていうかまあそうで、あのね、もしチャンネルが消えた時のためにツイッターをもうちょっとフォローしてくれると嬉しいです。はい、概要欄に載ってますんで、そこではねあのリアルタイムの情報も割と出してるから、ツイッターをよろしくお願いします。はい、非常に残念ですな。まあ、しゃあない。前回の動画ねすごい皆さん好評でね、やられた僕はたまったもんじゃなかったんですけど、初の試みという形でこいつがいつの間にかやって、皆さん楽しんでいただけたみたいで、これからも、俺に内緒で続けるのドッキリは、はい、たまにね。逆に僕もこいつにやったりたいと思いますんで、お楽しみに皆さん。それは皆さん望んでません。お楽しみに。まあ、ということですね。とりあえず報告です。申請が24時間前にしなくちゃいけないとは分からなかったしね。まあでもリアルタイムでさ、あのそのライブ配信を見てくれない人もこの動画は見るかもしれないので、うん、リアルタイムであまりお伝えすることないので、うん、一つ言うと、今上げてる動画は、去年のまだ10月ぐらいのね動画なんですよ。10月の後半？いえ、前半ですね。前半。この間のドッキリのやつとかは1週間ぐらい前のだしね。そうね、まあちょっと今頑張って追いつけるように一生懸命編集してるんですけど、何これ。
まあ10月あたりは結構あのいろんな場所に行ったんで、日本海側の、そうそうそう、ちょっと内容盛りだくさんなので、そうだから群馬にいるんだったらっていうコメントとかもいただいたりするんですが、いません、いません。ちなみに今は、埼玉の某所にいて、一回車検で帰ったんだよね、地元にね。はい。で予定ではあさって土曜日に、今ね行われてる幕張のキャンピングカーショーに僕ら行きますんで、まあ、もしその時にタイミングがあって見かけたらぜひね、さっきも言ったけど声かけていただければステッカーお渡しするんで。お渡し、うん、そのキャンピングカーショーに行くためとライブに、ライブをやるためで、まあ幕張の近くって道の駅がまあないから、まあ埼玉とかその千葉の道の駅あたりをうろちょろうろちょろしてる感じです。はい、でリアルではなかなか編集は難しいです。なんか案件とかいただいた時は急いで撮ってアップするから、案件じゃないや、リアルタイムだったりするんだよね。まあ、その辺は時と場合で、ポタデンの動画上げた時の日にさ、偶然視聴者さん来たよね。警察が来たんかと思った、外から「すいません」とかって「おお!」って言って、「おい!」っつって興奮しちゃったけど、いや興奮しちゃう、驚いてたやろ、うん、こういう動画も、うん、あのなんか旅動画ではないけど、うん、こうやって喋った方が伝えられるやん、うん、あのコミュニティとか、コミュニティとかでさ書くと見てない人もいるから、うん、たまにこういうなんかわけのわかんない喋ってる動画をあげるかもしれません、何かお知らせの時は、うん、まあでもお前が喋った方がいいんじゃない、喋りは俺の方が上手いけど見たいのはお前が見たいから、多分こうやって映ったら喋った方がいいんじゃない、でお前口パクして、いや、しますして、そして私たちはみたいな、何これ。ルイボスティー。ではこれからもバンナフキをよろしくお願いいたします。そして今回は本当に告知して告知して楽しみにしていただいてた皆さん、申し訳ございませんでした。まあその審査が通り次第にはなりますが、ライブ配信するので楽しみに待っててね、うん、じゃあね、バイバイ、バイバイ。